西口地野駅は長野県地野市地野にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。標高790.3メートル、諏訪地域の東に位置する地野市の中心駅である。地野市には八ヶ岳、白樺湖、立品高原、車山高原など多くの観光地があるため、当駅はその玄関口となっており、駅前には多くのバスやタクシーで賑わっている。また、 諏訪大社乗車にも近く6年に一度行われる上谷のお柱祭りの最寄り駅でもある。上記の通り観光需要が高い駅であるため特急、あずさを含むすべての営業列車が停車する。また、東海旅客鉄道飯田線からの一部列車が当駅まで乗り入れている。なお、当駅の電化は甲府上諏訪間が電化された1964年で、 飯田線からの乗り入れはその後に開始されている。なお、当駅伊勢は、府門地震号場から、岡谷駅まで中央東線で、唯一の単線区間となるため、中央本線のダイヤ状のネックになっているが、今のところ複線化の予定はない。また、1947年までは、千の花、牧間の貨物専用線、日本港観光業諏訪工業所専用線が乗り入れていた。 プラットホーム。左から1、2、3番線乗り場。正面は、国曜席、西口駅舎に接して、単式ホーム1面1線、その奥に島式ホーム1面2線と合わせて2面3線を有する地上駅である。乗り場は、単式ホームにあるのが1番線、島式ホームにあるのが、西口側から2番線、3番線である。 3番線と東口との間に側線が2本、敷かれているが下線はない。ホームの売店は2番線、3番線側ホームにある。駅舎は1986年3月に完成した、京上駅舎であり、エレベーターが設置されている。この駅舎は、ホーム上空から西口側に伸びており、東口は線路を渡って通路が伸びている。駅舎に併設して、商業施設、 門8、通路を介して、西口側には、商業ビル、ベルベア、東口は、文化複合施設、地の市民館と繋がっている。直営駅で、管理駅として、品野坂駅、青柳駅間の各駅を管理している。以前は、青柳駅のみであったが、富士見駅の委託化に伴い、品野坂駅鈴蘭の里駅間の管理が当駅に移管された。駅舎内部には、 緑の窓口、自動券売機、自動改札機、立ち食いそばや売店などが設置されている。ホーム上には一駅一名ものとして、国曜石の原石が展示されている。これは1955年頃、地元の住民が八ヶ岳霊山から運び出したもので、当駅の他地元の小学校にも同じようなものが寄贈された。山のご飯丸製の駅弁が販売されている。 詳細は、マルセイ主力駅弁を参照。主な駅弁は、下記の通り。接近放送、発車放送には、缶の D 型放送が使用されている。発車メロディーは、缶のせいで、曲名はなく、整理番号でいう、長野4番が使用されている。以前は、長野1の1番も使用されていた。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は3668人で、ある利用客数1、近辺の学校への通学、立品高原、白樺湖への観光、八ヶ岳への登山などで利用する客が多い。さらに、諏訪大社乗車本宮上は当駅の方が上、諏訪駅よりも近い。なお、近年の推移は以下の通りである。東口駅前広場の蒸気機関車。 C1267 駅周辺には、駅西側にウエースは、岡谷方面等や、観光地へ向かう路線バスの乗り場がある。また、2005年にかけて、市の市民会館の改築に伴い、駅東側が整備され、東口の駅前広場には、蒸気機関車 C1267 が、生態保存されている。西口にはかつて、バーツカ古墳があったことを示す石碑が立っている。 また西口工事中に出土した巨石も保存されている。西口を出て弥生通りを行くと、地の駅前縄文公園があり、2体の国宝土偶のレプリカがある。東駅西口広場にて2021年度より、千の市の地の駅、西口広場リニューアル事業として再開発が行われる計画となっている。西口のバスターミナルから発着する。 特急なき路線はアルピコ交通による運行である。特急、あずさの隣の停車駅は列車記事を参照。東日本旅客鉄道中央本線青柳駅、地野駅上諏訪駅。ありがとうございます。